2010年の宇宙飛行。2010年の宇宙飛行。2010年の宇宙飛行は宇宙飛行の年表の2010年の打ち上げ記録一覧である。2010年には宇宙飛行に関連した多くの出来事が起こった。スペース X ドラゴン号が初のテスト飛行をした。これは商業機動輸送サービス計画の下、企業が主体となって 国際宇宙ステーションへの再補給を実行することを目的としたものである。また、ファルコン9、ミノタウロス4ロケットの初女飛行も行われた。KSLV の2度目となる打ち上げもなされたが、2009年の第1回同様に失敗に終わった。9月、ロケットの最終打ち上げがあった。打ち上げは成功し優秀の美を飾り、モルニアシリーズの全運用を終わった。2010年初飛行は、 1>, 1月10日23時0分 GMT-2 ブラックブラント9の弾道飛行であった。このロケットはボーイングエアボーンレーザープラットフォームの実験標的機として打ち上げられものであった。11日には中国による日本のミサイル発射を含んだが行われた。2010年最初の周回軌道への打ち上げは1月16日16時12分。 アトックに行われた最小衛星発射センターから、コンパス G1 広報衛星を搭載した、調整3号 C の打ち上げであった。総計74回の打ち上げが試されたが、そのうち70は成功し、4回は失敗に終わってしまった。同年最終の衛星打ち上げは、ギアナ宇宙センターからの、と、オルレ,レ1号の両衛星を乗せた、アリアン5 s s の打ち上げであった。 5月、日本初の金星探査機赤月を乗せた、H、H-2A ロケットが打ち上げられた。成功裏に終わった打ち上げにもかかわらず、12月7日午前中、探査機は、金星周回軌道投入マヌーバに失敗した。この探査機は、スーパーローテーションをはじめとする金星の、気象メカニズムに残された謎を解明することを目的として作られたものである。 世界初のソーラー電力セール実証機イーカロスは赤と同じロケットで打ち上げられた。日本初の小惑星探査機ハヤブサは6月13日に地球に帰還した。小惑星イトカワに着陸しサンプル採取を終えた後の地球に帰還するまでの道のりは苦難の連続であった。これは世界で初めて小惑星からのサンプルリターンに成功したミッションであった。 10月1日の10時59分57秒アトック。中国は、ジョーガ2号の打ち上げに成功した。これは、中国による第2回目の月探査ミッションである。最小衛星発射センターから調整 3C を使っての打ち上げであった。宇宙機は、仙台の探査機である、ジョーガ1号と同じミッションをするだろう。しかしながら、ジョーガ3号着陸機の梅雨払いとして、 見込みのありそうな着陸地点の地図作成に力を割いたものになっている。2010年は7回の有人打ち上げがあった。国際宇宙ステーションへのクルーローテーションのうち3回はスペースシャトルミッションで4回はソユーズ宇宙船が飛行した。2月8日にスペースシャトルエンデバーゴが打ち上げられた STS-130 が当年最初の有人宇宙飛行であった。 これにより、トランクウィリティノードとキューポラ観測モジュールを国際宇宙スーションへ運んだ。4月5日の STS-131 で多目的補給、モジュールレオナルドを積んだディスカバリー号を打ち上げた。4月2日、ソユーズトマ -18 は ISS へ第23次長期滞在の搭乗員を乗せて打ち上げられた。ソユーズは緊急事態発生時、 宇宙ステーション乗員の緊急脱出を容易にするため、約6ヶ月間経流されることになっていた。その直前、地球に帰還する先の ISS クルーメンバーを運ぶ、ソユーズとが -16 が切り離された。5月14日、ISS へとラスベットモジュールを運ぶアトランティス号の最終飛行である STS-132 が打ち上げられた。6月12日、 第24次長期滞在クルーを運ぶソユーズトマ -19 が打ち上げられた。10月8日、第25次長期滞在クルーを乗せた近代化された最初のソユーズトマ M 型の宇宙船であるソユーズトマ -01M が打ち上げられた。年末間近の12月15日、ソユーズトマ -20 に登場した第26次長期滞在が打ち上げられた。 2010年の1年間に4回の打ち上げ失敗が起こった。うち2回は GSLV、1回はナロゴ、もう1回はプロトンロケットであった。その年最初の失敗は4月15日 GSLVMKE の諸女飛行の打ち上げでのことだった。ロケットの3段目がうまく作動せず、結果衛星は軌道到達に失敗し、海中に没死した。 二回目の打ち上げ失敗は、ストサット -2B を搭載した、ラロー2号の打ち上げで起こった。ロケットは打ち上げ137秒後に爆発した。三回目の打ち上げ失敗は、12月5日、新開発のブロック DM-03 弾を初めて上段に使用したプロトン M ロケットが、グラネス M 衛星3機の軌道投入に失敗したことだった。打ち上げ前、 ブロック DM-03 が正しく燃料供給をされず適正な量を大幅に超過して補給されていたためロケットがそのパーキング軌道に到達するためには重すぎるという結果になった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。